We'll be right back.
新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は我らの勝利、我らの主に向かって新しい歌を歌おう、喜びの声を上げよう、主は頼れるお方、イエスは主、イエスは主、その海を覆って乾いたところが一点もなくなるように、全ての人たちが、この日本列島が、いやもっと言えばこの地上が、神の栄光で福音で満ち溢れる、その約束をしてくださっています。水が海を覆い、全ての民が救われるまで
収穫感謝祭ということですけれど、神様の一人子であるイエス・キリストの命が捧げられ、この地に 1% ほどインちゃんが収穫されています。この感謝したいと思います。 1% しかいないと考えることもできますけれど、 1% もすでに神様の愛がこの地に注がれている、広がっていることを感謝したいと思います。世界的に見るならば 33% ほどの人たちがイエス・キリストの愛によって救われています。しばらく一緒に祈りたいと思います。この国がさらにイエス様の愛によって救われることができるように、また、日本の各地の、それぞれの状況違いますけれど、この一人の上に神様の助けがあるように、特に、東日本大震災での、被災地の方々のために神様の助けが今日が一日も早く起こるように、福音が前進しますよ。しばらく一緒に互いに祈っていきたいと思います。また私自身が神様に近づくために悔い改め祈っていきたいと思います。しばらく祈りましょう。ありがとうございます。みんながさらかに今年であがめられ始めていることを感謝します。もっとあがめられますように。プロテスタント宣言151年2年が経ちましたけれど、神様この別れた種が、福音の種が今収穫されています。神様どうぞこの町に、東京に、日本に神様の愛がさらに広がっていくことができるように、主よあなたがお働きくださいますようにお願いいたします。主よあなたを愛します。心から感謝します。主よ今日も私たち悔い改め、主よあなたの前に近づいていきます。主よどうぞ私たちの思いを清めて、主の愛で満たしてください。精霊に満たしてください。イエス様の御名で感謝してお祈りします。アーメン。
気づかせました人心理を一緒に賛歌を持って、捧げて最後までどうぞ気づかせ天使の作り主神を歌詞の裏にあります信じています一人も私のエースキリストを信じます天使の作り主神を集められました。またインターネットを使っている方の上に神様の大きな愛と祝福が今日も注がれ続けますように心からお願いを申し上げます。神様ありがとうございます。あなたの素晴らしい皆がもっともっと溢れられていくときに、まず収穫に感謝し、今日あなたの御前にお願いを捧げます。神様どうぞ祝福してください。神様どうぞ導いてください。この礼拝の中にあなたの栄光が豊かに表されますように、主イエスキリストの皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。おはようございます。今日初めて来てくださった方がいらっしゃいます。心から歓迎いたします。どんな、ことでこの教会を知っていただいたんでしょうか。ご飯の顔見た、ああそうですか。どのぐらいぶりでしたか。顔はなんとなく印象があるんですけれど、はい、ああそうですか、そうですか、はい、どうもありがとうございます。ようこそお越しくださいました。顔をね、忘れてしまったわけではないんですけれど、不思議なことにですね、クリスチャンの人たちっていうのはお互いにどこか顔が似てる部分があるんですよね。
なんかどこかで会ったことあるかなってこう思うんですけれど、声をかけてね、どっかで会ったことありませんかっていうとですね、いや初めてです、そんなこともありますよね。やっぱりその一つは、クリスチャンというのは、神様から、神様が天のお父様でこのお方から同じ命をいただいてるんで、やっぱりどこか兄弟が似てるようにね、同じ命をいただいた、兄弟がどこか似てるように、私たちも似ているのかもしれませんね。久しぶりに来ていただきまして、これから、感謝をいたします。収穫感謝祭ということですね。今年は、感謝をしている地域もあればですね、福島県なんかはもうお米や、セシウムとかああいう放射線が、規定値を超えてしまっているので、もう出荷ができないっていう場所があったりですね、感謝ができない、そういう場所もありますので、簡単に、そういう意味での収穫感謝というのはできませんけれど、でもですね、歴史というのはマイナスがプラスに変えられてきたという歴史もあると思うんですね。広島県においてですね、もう原爆が落とされて以来、この場所は、もう、何十年何百年、もう、木が生えない草が生えないってこう言われてたんですけれど、でもですね今日、普通の場所と同じように、広島県そして 長崎県もですね原爆が落とされましたけれど、今、問題がなくなっているように、そういう問題がある中でなんとか解決していこう、またその場所でお祈りをしていく、その場所で神様が働いてくださる、そういう歴史があってこの日本は、前進してきたと思います。ですから、被災地においても、収穫できない、それが食べられないということがあったとしても、そのマイナスは万事相働きで益となると神様が言うように必ずプラスに変えられていくと信じます。同じように私たちの人生も今マイナスと思える、今ピンチと思える、なんでこんな人間関係が借金だと思えるような時にも、神様はそれを働いてプラスに変えてくださる、そういう神様であることを知ります。今日はですね、そういう意味で、そういう意味だとどんなことでも感謝できますからね、共に感謝をし、そして礼拝を捧げていきたいなと思います。一緒に神様に感謝の拍手を捧げていきましょう。ハレルヤー。アメン。まず第一にですね、私たちは、収穫をしているというものは過去に蒔いたものを、今刈り取っているということができると思うんですね。この法則だけは確かです。蒔いたものを刈り取る。神様はですね、何もない世界、何もない宇宙、宇宙とか地球もない時に、その無から有を生み出す時に種をまいたんです。神様はこの世界の設計図を作り、そしてそれに従って言葉を発しました。光よ出てこい、宇宙よ出てこい。空気もないそのような時に、神様の言葉というのはその場所にあって種だったんですね。何もない場所に種がまかれたことによって、その宇宙が地球が作られました。皆さん、蒔いたものを刈り取るというのが聖書が教えている、原理です。創世記一章一節、初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。皆さん、神の言葉がまかれた時にその通りになった。素晴らしいですね。そして言葉で作っただけではなくて、神様は最後に人間を作る時には、手作りで作ってくださった。神様に似せて、ご自分に似せて手作りで作ってくれた。創世記1章26節、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われた。エペソ2章10節、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスになって作られたのです。良い行いをするために私たちは作られたんだ。
なんで私たちが存在するかというと、神様が種をまいた、神様が作ってくれたから、今、ここに存在する。まあ、ある人はですね、お父さんとお母さんから生まれてきましたよってこう言うんですけれど、お父さんとお母さんでですね、世界中のお父さんとお母さんで、私が、子供たちを粘土のように作りました、命を吹き込みましたなんていう人はね、誰もいないと思うんですね。お父さんとお母さんを通して神様が作ってくれた。そして今私たちが存在している、どれほど、感謝でしょうか。神様は私たちを見たときにこう言ったんですね。神は作られたものを見たときにこう言われた。見よ、それは非常に良かった。私たち人間は神様の目から見たときに非常に良いものであったと、こう聖書は語るんですね。非常に良いものとして作られたんですけれど、しかしですね、そこにもう一つの種がまかれました。悪魔がやってきて罪の種がまかれた。そして人間は神様に対して罪を犯し、そして神様から切り離されてしまうという、そういう状態が起こってしまいました。皆さん、罪の種がまかれたことによって、その、木から切り落とされた枝のように、そこには、命が供給されない、切られてしまう状態になってしまいました。枝を切り落とすと、その枝はですね、枯れてしまいます。生け花というものがありますけれど、あれはですね、もう、根っこがない、木本体から切られていますので、しばらくすると枯れてしまいます。それと同じように、しばらくは欲しいですよね。それと同じように私たちもしばらくは生きているんですけど、もう根が切られている。神様との関係が切られているので、人間は死んでしまう存在になってしまいました。死ぬだけではない。もう切られた枝は力がない。力がないから、害虫がやってきたり、病気があると、そこで病気になってしまう。力がないから、人に与えることができないから、自己中心になり、そして貧しくなり、そして争いが起こるようになりました。皆さん、人間というのは、そのように神から切られてしまったことによって、力がなく、最後は死ぬ存在になってしまいました。ローマ6章23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。罪の結果、私たち人間は死がやってきたということができます。しかしですね、皆さん、そのような滅びに向かっているこの私たちを救うために、神様はもう一度種をまかれました。皆さん、それが2000年前に来られたイエス・キリストです。イエス・キリストは種なんです。私たちを救うために、神から切り離された私たちを救うために、その一人方が命として捧げられた。一粒の麦がその地に植えられて死ぬように、イエス・キリストは十字架にかかって死に、そして三日目によみがえって、種がまかれて一回死んで、また芽を出すように、イエス・キリストは死んでよみがえって、私たちにもう一度救いと永遠の命を与えるようにしてください。今で、今書11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様は復活しました。私たちもですね、そのイエス様を信じるならば、復活することができる。救われることができる。皆さん、イエス様を信じる人はアメンと言ってください。アメン。第2コリント5章17節、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとあります。皆さん、この、ね、言葉はどういう言葉かっていうと、キリストにあるならばっていうのはですね、それはキリストに接ぎ木されるならばっていう意味なんですね。つまり、枝が切り落とされて、もう死にゆく枝なのに、でもその枝が接ぎ木されるなら、もう一度、穴を開けてそこに接ぎ木されてロープで止められるならば、もう一度その枝は生きることができる。渋柿でもあったとしてもですね、昔渋柿隊っていうのがいましたけどね、
渋柿であってもその甘い柿に継ぎ木されるならばその柿が甘くなってしまうというふうに、言うことができます。同じように私たちももう一度イエス様を信じるならば神に継ぎ木されて神の命が流れてもう一度生きることができる。皆さんこれがですね、神様が最初種をまかれました。しかし悪魔が罪の種をまきました。もう一度神様がイエス・キリストという種をまきました。それを信じるならば私たちはもう一度生きることができます。だからこれがですね神様の収穫です。だからそしたら神様と継ぎ木されましたから私たちはもう神様の一つになりました。罪が許されて神様の命が流れてきます。神様の命が流れてくるとですね、まず第一に私たちは神の性質に似てきます。清くされて神様のように愛、清さ、優しさ、そういう人格に私たちが変えられてしまうんですね。だからこれは素晴らしいことです。しかしそれだけではありません。キリストが私のうちに住んでください。コロサイ1章27節にはこの奥義とあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。私たちの中にキリストがもう住んでしまう。キリストに似てくるだけじゃなくてキリストが住んでしまう。皆さんそうすると力が与えられます。キリストに似てくるだけじゃなくて力が。かつて私はですねオートバイで、乗っていた時にですねガソリンが空っぽになっちゃって、動かなくなってしまったことがありました。動かなくなった時にですねもうしょうがないと引きずってガソリンスタンドまでバイクを、運びました。もう汗だくで疲れてもうどうしようもない、そんな時にですねガソリンスタンドについてそしてガソリンを入れてそしてエンジンをかけたらですね、エンジンがかかりました。そして今まであんなになんで苦労したんだろうと思うほど楽にバイクがですね、もう猫が後ろ足で蹴飛ばすようにですねブーンとですね走り出すことができました。皆さんバイクにとってガソリンがない状態っていうのはですね、それは、本来のバイクの性能を発揮していません。でもガソリンが入ってエンジンがかかった時に本来のバイクの性能が発揮するように私たちもですね神の命が流れたのが本来の私たちの能力力本来の私たちとなることができるのです。だからどうぞ今日キリストを信じて神とつながってそして本来の私たちになりますように祝福いたします。まあ、その中でですね今日もし病気があったとしたら病は癒されます。いろいろな問題があったらキリストにつながったならば神につながったならばその問題も解決しそして神様と一つになって私たちは永遠に生きていくことができます。私たちこの世の中でですね一生懸命頑張っても死んだら終わりだ何になるんだろうってもしそう考えたらですね虚しいですよね。でも私たちは霊的に神様とつながっているから神様といつまでも一緒にいるからそうですよね。だって木と枝っていうのは一つ一体になっていますからずっと神様と一緒ですから神様と一緒に永遠に生きていけます。ですから私たちはですねもはや虚しくない、そういう、神様はもう一度その、罪に対する救いを与えてくれたことを感謝したいと思います。でも私たちは今もう万々歳で救われています。天国へ行きます。でも2番目私たちがこれから撒くために注意していきたいと思います。先日も、2人の方がですね別々ですけれど洗礼を受けました。洗礼を受けたこのお二人はですね、時間を見つけてできるだけ教会へ行きたいと思いますってこう言うんですけれどなかなかですね、日本の人たちは洗礼を受けると何かもう卒業した資格を取っちゃった、教習所に行ってですね、なんかこう免許を取ったそしたらもう教習所行かないようにですね
洗礼を受けたので、教会が来なくなってしまう人が、結構多いんですね。まあ、私は本当に心を痛め、そしてまた責任を、感じるところですけれど、どうぞ、この洗礼というのは、卒業ではなく、入学である。どうぞ、その洗礼を受けたならばそこからもう十分です。木がその枝が木に接ぎ木されたらもう十分ですって、また離れちゃったらまた枯れてしまうように、洗礼を受けたら教会にとどまり続けることが大切です。私たちの中にはですね、まあ、インターネットを見ている方の中にも、その、毎週教会へ、通えない、そういう状況の人もいますけれど、できるだけ教会に集まって、できるだけ神様を礼拝して、そして、私たちは、その命を、成長させ、その命を保っていきたいと思うんですね。で、教会だけじゃなくてですね、大切なことは毎日食事をするように、私たちはですね、この、聖書、神の言葉を読むということが大切です。どうぞ皆さん聖書読んでいますか？最近子どもたちがですね、聖書を読むのが好きで、読むように、なっているそうですけれど、いいことだなと思います。まあ、最初は興味で始まると思いますけれど、どうぞ、難しい本をね、いっぱい買ってきて、あるいは興味のある本をいっぱい買ってきて、読むのもいいですけれど、お金がかかります。でも聖書はもう一冊あれば、一生、その、聖書を読み続けていくことができる書物ですから、どうぞ聖書を大切にしてください。聖書は心のご飯です。私たちの心を養い、強くし、豊かにする心のご飯です。どうぞ聖書の言葉を毎日読んで、それを心の糧としてください。そして次に大切なのはですね、私たちが口で語る言葉が大切です。このように教会へ来て、礼拝をして、そしてやっぱり肯定的なプラスの思いを持つようになると思うんですね。ところが毎日の生活の中でですね、否定的なマイナスの言葉を使わないようにしてくださいね。そうするとですね、どうなってしまうかというと、このマイナスの言葉が種になるんですね。マイナスの言葉を口が言うと、それがまかれて、その言った言葉が私の人生に来てしまう。エペソ4章24節には、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉を一切出さないように。皆さん、これを今日ちょっと決断したいと思うんですね。あなたの口が否定的な言葉、マイナスの言葉を語らないように。皆さん、それだけでも祝福されますよ。マイナスの言葉を語らないようにしよう。そういう決断をしていきたいと思います。そしてですね、まあ、プラスの言葉を語っていきたいと思うんですけれど、どうぞ、聖書を読んで、その聖書の言葉を私たちは語っていきましょう。マイナスの言葉をやめて、プラスの言葉を語っていきましょう。そしたらですね、次に大切なのは信じること。何を信じるかということですね。何を信じるか、まずですね、福音を信じるということです。聖書の書かれているそのメッセージを信じる。福音の中には罪の許しがあります。私たちの心がいつも、私はもう罪が許された人なんだ、神様の前に堂々と立つことができるようになったんだ、そのことを信じてください。そして私は神様の霊、聖霊に満たされたんだ、聖霊に満たされている自分をいつも信じてください。そしてまた、私の心と体、病気は癒されている。今病気があってもですよ、病気が治っている、その姿を信じてください。聖書はこう語ります。彼の打たれた傷により病が癒された。イザヤ書53章にも、またペテロも語っています。キリストの打ち傷で癒された。ある人から見たらですね、
いや、ある教会から見てもそうかもしれないけど、癒しを信じるなんて、そんなの、盲目じゃないか、現実的じゃないんじゃないか、本当にそんなことあるんだろうか、そういうふうに、こう、無知であると、考える人がいます。しかし皆さん、これ無知じゃないんですね。純粋なだけです。神様がそう言ったんだ。神様の言葉がそうなんだ。だから、それを信じよう。それを信じます。皆さん、私たち収穫のためにどうぞその神の言葉を、福音を信じてください。そしてまた神の言葉によって私たちの現実が祝福されている、豊かになっていく、問題が解決していく、良くなっていく、そのことを信じたいと思うんですね。私たちの現状が今どうであってもです、必ず祝福されていく、必ず神の言葉のようになっていく、そのように信じてください。この日本は救われるということを信じてください。この日本列島がイエス・キリストによって清められて、この1億以上の人たちが神様の愛に心を開くようになる、そういう未来を私たちは信じていきたいと思うんですね。皆さん、その思いがためなんです。イエス・キリストはこう言われます。あなたの信じた通りあなたになれ。思いが種だから、その種の通りになれと。またイエス・キリストはこう言いました。あなたの信仰があなたを救ったのです。私たちが何を信じるのかっていうのはとっても大切だと、こう語っています。皆さん、どうぞ思いを、心を守ってください。私たちの心を守ること、それは私たちが良き幻を、良き信仰を持ち続けるということです。箴言29章18節には、幻がなければ民は欲しいままに振る舞うとあります。幻が必要なんだ、夢が必要なんだ。難しくないはずです。子供は大体夢を見ます。将来こうなりたい、良くなっていきたい、そういう幻を私たち心でいつも持ち続けてください。皆さん、今日そのような、神の言葉を読む、そして何を語るか、何を信じるか、そういうことを私たちが種をまくことなんだと信じてください。皆さん、私たちが何を信じているのか関係ないんじゃない、そんなことないんです。その信じた通りに未来になっていきます。これはですね、とっても大切なことです。もちろんですね、すぐに芽が出ないことがあります。例えば竹なんかはですね、もう数年、7、8年間全く出てこない。でも7、8年経ったら突然バーッと伸びるんですね。そういうこともあるんです。すぐに結果が出ないかもしれない、でも私たちが語り信じ続けるならば、やがてそれはですね、結果が出てくるものです。竹はですね、7年か8年間何もしてなかったら、そうじゃないんです。伸びるための準備をしていました。そしてある日伸びる。それと同じように私たちはですね、未来を信じていきたいと思うんですね。諦めないでください。第3番目、失望しないで種をまき続けてください。大切なのは失望しないってことです。結果が出ない、思う通りにいかない、ガラテヤ6章9節には、善を行うのに相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。失望するなって言うんですね。失望しちゃダメだよ。疲れ切って前に進むことができないこともあるかもしれません。どうしたらいいかわからない、もう力がないと思うこともあるかもしれません。でもそんな時、私たちはイエス様に祈り、また種をまいてください。イエス様に祈り、また種をまく。私はこういうことがよくありましたけれど、かつて多くの人たちに、伝道してきましたけれど、中にはですね、その中に、とんでもない人もいました。教会に来て大暴れして、お酒飲んで、もう大変な人もいました。また、礼拝をめちゃくちゃにしてくれる人もいました。夜中に来てくれる人もいました。本当にね、困ったな、疲れる、
かなってこう思ったことがあります。でも、まあ、私はその時いっぱい問題を抱えていましたけれど、まあ、今ももちろん問題っていうのはあるわけですけど、その時にですね、人を助ける、目の前にいる人に対して助ける時に、私はふと自分の問題悩みを忘れてたんですね。その人に対して夢中になって手を差し伸べている時、自分の問題を忘れていました。その時ですね、気がついたら私が持っていた問題は解決されてたんですね。多分こういうことだろうと思います。私が人に手を差し伸べている、そうすると神様が私の問題に手を差し伸べてくれて、神様は私の問題を解決し、私はそちらを解決し、気がついたら全部解決していた。私たちはですね、貧しい人に手を差し伸べ、また困っている人を助け、本当にそういう人が今たくさんいる時代ですけれど、どうぞどんなに辛く悲しいことが、そんな時があったとしても、私たちは、その手を差し伸べることをやめないでいきたいと思うんですね。失望しないっていうのはそういうことです。こんな人手を差し伸べても、そんなことをね、私たちは失望しないでください。結果が出なくても、うまくいかなくても、私たちは続けていくということ、そしてまた私たちは神様に捧げ物をしていくということが、私たちの、一つの種まきです。神様はですね、マラキ3章で10分の1をことごとく宝物蔵に携えて、私の家の食物とせよ。10分の1を捧げたら、神は天の窓を大きく開いて、溢れるような恵みを注ぐとこう言っています。つまり10分の1って何かというとですね、それはもみ種なんですね。農家をやる人がその年あんまり収穫がなかった、でもまく種まで食べちゃったらどうでしょうか。来年の収穫がないんですね。ですから、そのどんなにお腹が空いても、まく種まで食べてしまってはいけない。それを神様に捧げる、畑にまくことで来年の収穫があるように、私たちは感謝の捧げ物と十分の一を持って神様に種まきをする。第2コリント9章の6節、私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。聖書を引用、まだまだいっぱいしたいんですけれど、私たちはですね、喜んで捧げる、その捧げ物を神様は喜んでくださる。初代教会はですね、共産主義的な社会となっていました。みんな持ち物を共有して、みんなが、自分の持ち物を主張しませんでした。一方マルクスという人はですね、この、神学を学んで共産主義を作りました。でもその共産主義を行った国は全部貧しくなりました。この違いは何でしょうか。教会のその共産主義的なものは自ら喜んでやった、でもこっちはいやいや強制的に共産主義の国は行った、それは貧しくなった。皆さん、捧げ物もそうです。いやいやではなくて、喜んで神様にお捧げします。あなたに感謝を捧げます。収穫を感謝します。そういう思いこそ神様の祝福が与えられるのです。皆さん、どうぞ今の収穫を、イエス様の救いを感謝して、私たちは種をまけ続け、そしてその収穫を得ていきたいと思います。一緒にお祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたの祝福が豊かに注がれますことを感謝します。イエス様の皆で祈ります。アメン。皆さん一緒にですね、しばらく神様に収穫の感謝を持って、また感謝の捧げ物を捧げます。感謝を神様にお捧げします。賛美を捧げします。そのような祈りをしていきたいと思います。皆様、ありがとうございます。あなたの皆を崇めます。何かものを刈り取ると聖書あります。わかりやすいことです。私たちが
何を信じ、何を語り、どういう種をまいているか、捧げ物もそう、人に対する親切もそうです。どうぞ神様、私たち今日も種まきをさせてください。そして来年収穫することを、近い将来収穫することを、遠い将来収穫することを夢見ます。神様、どうぞこれをあなたにお捧げします。私たちの技を、私たちの思いを、信仰を捧げます。そしてすでに今与えられているもの、まず神様の救いを感謝します。そして私たちの生活、私たちの今の歩みを感謝します。どうぞ神様、神様に対する感謝の心を忘れないで、神様に対する溢れる賛美の思いを忘れないで、神様の前に今日感謝をいたします。収穫の感謝を、収穫の感謝をいたします。収穫の感謝をいたします。神様、どうぞもっとあなたに、私たちは感謝を忘れない人にさせてください。人から親切をしてもらったら感謝をするように、いや、もっと私たちは神様から受けたその恩と、その慈しみと救いの恵みに感謝して、もっともっと神様に感謝と賛美を捧げ続けることができるものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。あなたの御前に礼拝を捧げます。あなたの御前に感謝を捧げます。愛する主イエスキリストの御名で感謝してお祈りをいたします。アメン。皆さん、神様に感謝の拍手を捧げたいと思います。アレルヤ。一緒にですね、賛美歌を歌いながら、献金の時を持っていきたいと思います。収穫の感謝の歌はですね、322番です。322番、歌にもありますので、ね、今日はこの賛美をしていきたいと思います。322番聖歌マティアの歌で、ご記述できる人はご記述してください。負けやためを明日早く、負けや愛と親切を、と聞き借りて身を結ばば、喜びを手振りを褒め、借りているの前に感謝の捧げ物を捧げます。
これは毎週のことでもありますけれど、特別に今日は収穫感謝を神様の前に捧げます。収穫をしてもそれを出荷できない、原発の事故があった近くの、村々町々をも覚えますけれど、神様、それは必ず万事相働きできとなると信じます。私たちの生活の中で今あんまり生活がうまくいっていない、人生がうまく回っていないと思う時がありますけれど、でもそれも同じです。マイナスがプラスに変えられます。すべてを感謝します。そして神様にお捧げいたします。神様、ありがとうございます。私たちはうまくいってないと思ったとしてもうまくいっています。イエス様に救われました。ハッピーエンドの天国に向かっての人生を歩んでいます。私たちは天国に入ることが決まっています。そして私たちの人生が祝福されることを、それが定まっています。私たちは祝福の人です。私たちがもしコネ鉢を触るならば、そのコネ鉢までも祝福される。私たちに祝福がついてくる、そんな祝福された人生が神様によって与えられています。神様、感謝します。どうぞ種をまき続けていきます。この献金を神様方の前に種まきとしても捧げます。どうぞお受けください。私たちの人生を豊かな祝福で満たしてくださいますように。捧げます一人一人の人生、生活、家庭、すべてにおいて神様の祝福がありますように。イエス・キリストの皆で感謝してお祈りいたします。アメン。続きまして、聖餐式を行います。聖餐式は私たちが神様の愛をいただいた、その救いの恵みを私たちが、それを、受けていることを確認する儀式なんですね。そのパンとブドウジュースというのはイエス・キリストの十字架の救いを表しています。それが私たちに与えられていますよ。パンを食べ、そのブドウ酒を飲むようにイエス・キリストの命を私たちはいただいて、その命によって私たちは救われている。その命によって、今日先ほどオートバイの話もしたんですけどね、ガソリンの入ったオートバイはその能力を発揮する、まあ、車もそうですけどね、それと同じように私たちも神様に作られた、神様に救われた、私は私の本当の本来の能力を発揮できる、そういう人に救われたということを感謝したいと思います。天国行けるだけじゃないんですね。私たちの人生は本来の私たちになった、近づいている、豊かにされた、そのことをですね、確認したいと思うんですね。意味が大切です。聖餐式はイエス様の命をいただいている、救われている、そのことを、もう一度思い起こして確認することとなりますよ。祝福いたします。天のお父様、パンとブドウジュースを祝し、あなたが定められた聖餐式のパンとブドウジュースとして祝福してください。イエス様の皆で感謝してお受けいたします。アメン。私たちの主イエスは十字架にかかられる前夜、パンを取り感謝して、これを先こう言われました。取って食べなさい。これが私の体です。イエス・キリストがくださったその体、その命を感謝していただきたいと思います。いただきましょう。続きまして、ブドウジュースをお願いいたします。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を思いなさい。イエス様のその恵みに感謝していただきたいと思います。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。感謝を持って一緒にいただきましょう。神様に感謝をいたします。
したことになります。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願うくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りいたします。アメン。今日は素直くんはお元気ですか？今日収穫感謝祭なんですけれど、今ちょっとふと思ったんですけれど、素直くんのですね、検事式を、したらどうかなと思うんですけれど、いかがでしょうか？じゃあですね、素直くんと、連れて前の方に進み出ていただけますでしょうか。まあ、こういう収穫感謝の時ですので、よく来てくれたね。じゃあ一言お祈りいたします。皆さん心を合わせてください。慈しみ深い天の父なる神様、御前にいます、二条姉妹を恵み祝してこの素直君を与えてくださったことを心から感謝いたします。今、二条さんと、ご主人この両親はこの幼子をあなたの御前に捧げ、その生涯主の道に歩ませたいと、素直とそういう名前をまっすぐに歩みさせたいと願って付けられたことと思います。ここにこの幼子をあなたに捧げます。今より後このお子さんが神と人に愛される子供として成長し、やがて成人して自ら信仰を告白することができるように、このご両親の守りその責任を果たさせてください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族が救われます。二条姉妹の上に主の祝福がありますように、二条姉妹のご主人の上にも主の救いが一日も早く届けられますようにお願いいたします。感謝いたします。このお子さんを主の御前にお捧げし、主イエスキリストの御名によりお祈りをいたします。アメン。アメン。神様の祝福ありますように。おめでとう。はい、神様の感謝、その拍手を皆さんにしてください。本当にですね、可愛いお子さんで、せっかく来てくださったのでですね、そういう神様の前に捧げる、そんな時が持てたことを心から感謝したいと思います。病のある方、問題のある方、皆さんその場所に皆さんの手を置いてください。主の愛は今あなたを包む打たれた日いつも癒される。主の愛が今あなたを包む
のお父様ありがとうございます。お一人お一人みんな神様のものです。神様が作ってくださいました。お父さんとお母さんを通して生まれましたけど、神様が形作ってください。罪人としてその罪を持って生まれてきましたけど、しかしイエス・キリストの救いによって、よみがえりによって私たちは救われて、あなたのものとなっています。神様と一つになっています。今日私たちがもし病気や問題や苦しみを抱えていたとしたら、イエス様が直ちにその状態を癒し解放してください。今イエスの御名によってサタンの汚い手から私たちを救い出してください。悪魔の汚い手を縛り上げ、そして追放します。イエスの御名によって病が癒されますように、問題が解決しますように、人生が豊かになり聖霊に満たされますように祝福してください。アレリア天のお父様ありがとうございます。あなたの祝福が豊かにありますように、神様の祝福が豊かにありますように、イエス様の癒しと祝福を受け取らせてください。イエスの皆で聖霊に満たされよ。アレリア天のお父様ありがとうございます。あなたの祝福が豊かに豊かに注がれますように祝福してください。神様の恵みが、健康が豊かに注がれますように、主の祝福が注がれますように、主を祝福してください。主を祝福してください。野崎さんの健康を支えてください。その仕事を、人生を祝福してくださいますように、主の祝福をお願いいたします。インターネット礼拝する方々の上にも主の祝福がありますように、みんな祝福されますように、祈ったことが叶えられたことを信じ感謝し、イエス様の皆でお祈りいたします。アメン。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、
まさきさん、おはようございます。まさきさん、祈りは達成する。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しきお交わりが、集いました会衆一同と共に、そのご家族、親族一同の上に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝を捧げた方々と共に、今も後も、やむ限りなくあらんことを。アメン。アメン。イエス様に一緒に感謝の拍手を盛大に捧げましょう。アレルヤー。どうもありがとうございました。